シーズン2始まりまりした、えー、既にシーズン1で文の基本的な形パターンバリエーションまあ英語の非常に少な,少ないパターンまたはバリエーションといったものを学習し終えています。えー、皆さんにより正確に英文を読んでもらえるように、えー、このシーズン2から細かな学習が始まります。 シーズン2では句と呼ばれるものの学習、そしてその後3で説と呼ばれるものの学習に、えー、展開していきます。えー、この句と説と呼ばれるものは、まあ平たく言えば、えー、複数の語でなす塊のことを指すんですね。まああのスラッシュリーディングなんて言って英語の文章をどの位置にブレスを置いてね読んでいくのか、まあ、つまり、まあ、ここからここまでが一つの意味の塊だと。 えーっていったようなものの、まあ、指標というか目安になる、まあ、そんな句や説と呼ばれるものなんですが、えー、この句や説と呼ばれるものがマスターし終えると、まあ、英語の基礎はすでに学習を終了というか、まあ、時間はかかるかもしれません、えー、中には複雑な例外的な文章もありますので、まあ、時間はかかるかもしれませんが句と説の学習をし終えさえすれば 皆さんはちゃんと論理的理屈を持って文法公文的な根拠をもとに正確にどんな英文も読むことができる状況ができるんですね。ということでそのどんな英文でも読める状況を作るべく細かく句と読まれるものをこれから5回にわたってしっかり学習をしてもらいたいと思います。 さあ、えっ、ー、と、句と呼ばれるものにはですね、全部で実は四つのものがあります。不定詞による句、動名詞による句、分詞による句、そして最後にまあ、前置による句、前置による塊という、この四つがあるんですね。すでに前置詞による塊については、シーズンワンで、まあ、やりすぎなぐらい学習をしました。 前置詞からその次の単語をもってしてしっかり塊をマークをつけてねつまり三角なり丸つまり形容詞なのか複式なのかしっかりその前置詞による塊の範囲にそれをしっかり意識してくれとこれがシーズン1のポイントだったわけなんですがシーズン2これから不定詞そして同盟詞分子というまあ英語の世界ではですねその3つを純動詞 順優勝の順という漢字を書きますが、まあ、メインの動詞ではないけれどもそもそもその塊内ではやはり動詞としての性質をちゃんと残しているだからこそメインではないけれどそこの近辺では動詞としての性質を残しているから順優勝というね順番目の順2番目の動詞順動詞と呼ばれるんですねさあ、えー、まずこれから始まるポイント21以降ね最初はこの句の中の不定詞を学習していこうと思います えー、不定詞というのはです、ねえー、皆さんも名詞用法形容詞用法副詞用法、まあ、あの名詞的用法形容詞的用法なんていう言い方をすることもありますが、まあ、中学校の頃から、えーまあ、この不定詞によるものをしっかり一体全体で何なのかつまり名詞なのか形容詞なのか副詞なのか、まあ、その識別を求められていたつまり、えー、シーズン1でもうるさく言いましたように英語というのが簡単であるというふうに思えるのは 塊を持って塊というその区や説というものをえちゃんと考えに視野に入れさえすれば実は品詞が名詞形容詞副詞動詞この4つしかないといったこのまあ4つの材料だけでえいわゆる言葉が展開していくと、まあ、ここに注目をするから英語は簡単だと言えるわけですねさあそんな意味で不定詞というのは実はその4つのうちの 三つの働き。名詞用法、形容詞用法、副詞用法、名詞形容詞、副詞。つまり動詞以外のものになれるわけです。さらに今言いましたように、純動詞と言われるぐらいですから、塊の中では動詞としての性質を持っているので、実は英語に四つしかない品種のその全ての四つを、不定詞と呼ばれるものは、常にまあ意識しないといけない。考えないといけない。その意味で、不定詞をマスターしたということは、 またはマスターできるということは英語全体をマスターできる、えー、ということを、まあ、言っても言い過ぎではないつまり不定詞はその4つの品種を常に意識しながら展開していくので正確に不定詞が分かっているということは英語全体を分かっているということにもつながるので、まあ、是非ねまあ細かく不定詞をやっていくわけなんですけれども英語全体にも影響を与える ものの考え方、英語の捉え方となりますので、しっかりわからないところの内容に学習をし終えてください。さあ、それでは、そんな不定詞名詞用法、形容詞用法、副詞用法、あなたはどのような、まあ、判断の仕方で識別をしていますかさあ、最初にこんな画面を用意しました。こちら側です。さあ、画面上、名詞用法、形容詞用法、副詞用法と、そして挙げられている to do ですね。 まあ不定詞が塊をなすというのはこの「to のあと原型の動詞の「do が来るということつまりすでにもうこの段階で2語以上が決まりまりす例えば「to do の後に「to do it それをするとか「to do the work その仕事をするとかそうなりさえすればその瞬間に「it や the work を含めた3や4ワードの塊つまりやはり不定詞というのも「to から始まってどこまで」といったようなまあ四角括弧三角括弧丸括弧 ね、しっかり塊の範囲、意識してほしいんですね。さあ、そんな不定詞の三様法の識別の仕方。まあ、中学生の頃に、まあ、私自身も実はこのような教育というかね、教わり方をしましたが、こんな風な識別の仕方が、まあ、世の中でまあ叫ばれている。ちょっと見せますね。はい、どうでしょう。何々することと訳すれば名詞なんだと。 するためのなんつって訳し上げられれば形容詞なんだとするためにとかと訳せれば副詞なんだとはいまあ実はこのこと自体全体を否定するわけではないんですがいきますよそれをもってして四角三角丸がつくというこの発想ははい間、まあ、違いだと思うんですね、まあ、正確に言うなら嘘ということですそれもまあよくできた嘘なので まあ、確かに私も中学生に難しく教える必要のない中学生に、まあ、あえてね、これは嘘だよとまで言いませんが、今後、難しい英文を読んでいくといったときに、考えてもみてください。ね、ネイティブがですよ。つまり、英語を、まあ、その何かというと、まあ、あの使っている人たちがですね、to do どうのこうのといったときに、すること、ためのみたいにね、まあ、考えたりしない、または言ったりしないですよね。 つまりやはりそれがなぜ名詞か形容詞か副詞かといった識別の仕方も英語の文状況をもってしてつまり日本語に変換してから考えるなんていうのはやっぱり危険すぎる。彼ららがそんなな発想を持っていないわけだからとということで英語の状態をもってして名詞詞詞形容詞か副詞かを識別でできるようになってほしいんですねさあそこで画面を皆さんテキストの状況に戻したいと思います。はい さあ、気づいてはいると思いますけれども、ABC、すべての文章に、to be の後、a l a w e r と言ってね、つまり、弁護士になるとかであるとかといったまあ表現、to be a lawyer という弁護士であるとか、まあなんとかといった言い回しが、全部3つともきれいに並んでいます。いいですね。さあ、そこで ABC なんですが、弁護士になる こととだからとからこの程度の文章ならなるための機会、チャンスとかというね、この程度、つまり簡単な英文ならば、まあ先ほどのよくできた嘘でも識別できるように思えるんですが、今後のために繰り返します。ネイティブがどのような発想をもってして、英語というものを整理して使っているのか。この、いわゆる英語における状況っていうものを意識、えー、理解してほしいんですね。 さあそのためにも SVO をつけていくさあ不定詞のまず塊の範囲からいきますはい B のあといいですね ToB だけ太字にするっていったよく参考書があるまあつまり中学生向けの参考書があるというのあと原型が不定詞だよとでも B 同士のあとにはこのように Lawyer っていうね弁護士であるといったフレーズがつながっているわけなんですからつまりこのケースなら今青字になった4文字4ワードで一つの不定詞句となるわけです さあ、B も C も同じようにあるので、淡々とつけてしまいますね。さあ、そこでです。いよいよその不定詞の正体が何であるのかと考えるとき、つまり名詞なのか、形容詞なのか、副詞なのかを考えるときに、シーズン1で確認した名詞は英語の文の中で何になるんだっけ形容詞は、そして副詞は、それぞれ何になれるんだっけつまり S なり、V なり、O なり、C なり、これを考えてください。さすれば、 必然としてこの A がある用法であり BC がある用法であるといったことを絶対に分かるはずなんですねさあそれでは頭からいきますよ A My brother decided SV さあこの状態どんな状態私の兄決めましたはいまだ文はできていません何何を決めたのかが書かれないと decide はいけないつまり他動詞と呼ばれるものですそこで わかりますねまだできてないということは後ろにもう一つ「decided」に対する目的語何を決めたのかの「王が必要じゃないかはいドーンときて「王と書かれるから「王になる品質目的語になれる品質は名詞だったそこで名詞をつまりその不定詞以外ではまだ文ができていないこの不定詞を骨としてちゃんと働かせなくてはいけないこれが不定詞が名詞用法である判断なんですこれによって まあ名刺だからだから弁護士になることを決めただからことつまりそれは日本語の問題なんですねはいいかがでしょうかこのように文ができていないまだ名詞を必要とする状態だからこそ不定式は名詞であるとこのような判断をできるように常にしたいさあ BC は実は A と比べると全然違う点があるんですいきます B my b r o t h e r missed 兄は逃した その後、グッチ d c ンス n O なんですね。良い機会、後期を逃した。すでに文が出来上がった完全文の状態です。ということで、まあ、どんなチャンスを逃したのかはまだわかりませんけど、英語の文としては SVO を文として足りています。従って、この後ろの不定式は、はい。就職語である M に過ぎない。 じゃあ、どんな M なのかといったとき、直前のチャンス、中小名詞となる機械、どんな機械、弁護士になる機械、絶好の機械後期を逃してしまった。まあ、このように、M であるのは文ができているから。で、ちなみに直前にあるチャンスを就職すると。このような判断の仕方で、つまり意味で決めるのではなく、やはり文の状況構造から決めて、決めれるようになってほしいんですね。さあ、最後の C です。 はい、my brother, m study。この場合の study は何を勉強するというよりも一生懸命勉強しなければならないよと。自動詞として study ただ勉強するという状況で OK。つまり一生懸命勉強しなければならない。これまたすでに文が出来上がっています。そこで後ろの to be a lawyer はいらないということで to be a lawyer、M 就職を決まりそうなんです。手前の study を就職していると。 この場合には直前にある単語は名詞でありませんので、もうすぐに副詞用法と判断がつきます。まあ、そこで、それは日本語の問題だよ。副詞で動詞を就職するから、まあ、目的と呼ばれる意味が一つあって、このケースもそれでいい。弁護士になるために一生懸命、兄はしなければ、勉強しなければならないと。となっていた。すなわちこと。 ためのためにという日本語にまず訳してから用法を考えるといったようなつまり日本語だよりつまり単語と単語前後を並べてなんとか強引に自分の頭で日本語でまあなんかそういう工夫というかね試行錯誤というかねしてみるのではなく常に英語の文の状況で名詞なのか形容詞なのか副詞なのかがちゃんと判断がつくということをしっかり心得ておいてくださいさあまとめ画面を見せておきます 先ほどと違って正しくはこのような感じ。いきますよ上から名詞用法の場合は不完全分一方形容詞副詞用法は就職であることが圧倒的に多いので完全分完全分と状況下でなっていることこれが基本、まあ、形容詞用法の場合は後で学習しますが、まあ、C と呼ばれるものも、えー、その形容詞用法にありますのでね、まあ、それは例外ですがそれは除きますが基本不完全完全完全さあそして不完全だからこそ 名詞用法と決まっていく一方完全文であるということは就職 M であるんでそれは直前の名詞を就職するのかそれとも動詞を就職するのかといったところで判断を決めていいくととったことです今後細かく学習はしていきますがこのように基本姿勢文ができているかできてないか不定式の塊といったものに対する意識を高めてそれ以外でできてるかできていないか。 常にそれを大切にね、考えられるような状況を作ってください。 の基本を正常英作文にて確認してみましょういきましょう早早寝早起きは健康に良いさあまず挙げられている語句の中で「早寝早起きをする」ご存知でしょうか熟語ですね「保とう」「早めの時間寝るにしても起きるにしても」はい、Keep early hours まあこれは表現として覚えてしまいましょう「keep early hours」「早寝早起きをする」さあこのまま始めてしまえば早寝早起きをしろという命令文状態になってしまいますが、まあ、これ自体がね塊にもしできるとしたらが健康にいい,い,いね後ろに the health という健康という名詞がありますので、まあ、これを名詞の形では使いにくいのでなんとか早寝早起きをすることいよいよ健康にとってねととってねとはい is good で、r という前哨を記載すれば、for the health ス。復縮に変えられますよね。健康にとって良いんだと。さあただし、このままでは、まるで、ね、素人、中学生が書いているような英語の文章というのは、Keep Early Hours は、花開きをしなさいという命令文、一つの文としてはありですが、どうやらこの英文では、それを、ね、大きな文の中で働かす小さな塊にしよう。そこで、 keep e a r l y hours のレベルを下げる順動士という形に下げる意味で文章に to がつくのです完成ですさあこうすることによっていきますよ to keep e a r l y hours が大きな塊になって早寝早起きをするは体によるつまり主語ですので to keep e a r l y hours は s になるわけです画面上にあるように it's very good to see for the health 復しく 内部にも「keep a l l t hours」という展開 vo というやっぱり不定詞は塊の中では動詞の性質を残しているんですねさあ今日はこの後ちょっと軽くこの画面を見てほしいんです文頭に今みたいに「to keep ね a l l t hours」と不定詞が来た場合に実は文頭の不定詞は名詞か副詞かの2個しかないですね というのも形容詞用法というのは文頭には置けないなぜなら直前に名詞をの直前の名詞を修飾する形でしか使われないからなんですね、まあ、文頭不定詞と言ってるわけですから直前に名詞があるっていうのわけではないわけですからねそこでその文頭不定詞の名詞なのか副詞なのかの識別をもう皆さん「こと,と」とか「ために」とか日本語にして考えるのやめてください先ほども説明したように文の構造上画面上あ見てみてください 切れた後に V なのか、切れた後に SV が来るのか、これをもってして、ドン。V があるということは、そこが S になる。一方、後ろが SV と、その後だけで十分足りるということは、分頭 M。つまりだから副仕を一つ例を出しておきます。To keep a r l y h o u r s 先ほどはこの後、is good for the health. しかし、画面上、you must live in a regular way. さあどうなる切れ目探して切れた後はい SV 福祉君つまり後ろだけで「You must leave in a legaway」規則正しい生活あなたは送らねばならないできてるんですね後ろだけで分ができているというつまり切れ目探して切れた後 SV となるから頭は M だからこそ訳すもために 早早寝起きををするために規則正しいい生活をせねばならなら皆さんが先ほど書いた正常英作文との差「To Keep a l i e o u r s の後 is good」V とつながる文章との差今後解釈をする時にも切れ目探して切れたあと V それとも SV そのように判断つくように読むように考えるようにしてください。 <music> さあ不定蓄が名詞なのか形容詞なのか副詞なのか決して日本語に訳してなんか頭の中で勝手に意味を作ったりして考えるんじゃなくて文の構造でしっかり判断できる状況を作るいいですねそんなポイントを学習していますがいよいよ、ね、英文和訳でございます頑張りましょうさあこちら側です 文章不定詞。先ほど学習しました。切れ目探して切れた後。さあ、確認を取っていきましょう。まずは、不定詞句の切れ目を確認する意味でも、英語はね、左から右に流れていく単純な一方通行ですので、頭の方から前からね、一個ずつ読んでいきましょう。すると、understand。中では動詞ですので、ュ理解する。何を他動詞ですので、はい、how からの塊はどっか目的語であろう。 さあ、ちなみにその内部、気をつけないといけないのは、how important と language の間にスラッシュが入る。ね、若干ね、language is very important という文字が隠れている。言葉はすごく重要。まあ、今回は疑問詞の how どのくらい重要かとなっていますが、important language って読まないようにね、ということですね。how important language is 言葉がどれくらい重要なのか。 いわわゆるる間接疑問文と呼ばれるハウ説なわけですさあそれを理解するなんていうふうに来ていますがどうでしょうここで切れ目カンマもありますね。ということで後ろを見てみると切れた後はブーイ。として同じようにハウからドッカンハウ以下のことを想像してみるといったような展開になっています。さあただ今回気をつけないといけません。皆さんが予習の段階でこの不定式文頭を一体何用法であるのか。 先ほど学習したステップでね、えー、正常英作文で確認をしたようなことを大切に、実はあれは非常に大切なことなんだけど、大切にしすぎると逆にもしかしたら引っかかってしまったかもしれない。というのも、切れた後確かに V なんですが、だからといって名詞用法、つまり文章 S だと思ってしまうと、理解することが h How いかを想像していると。イマジンという動詞は、まあ、 頭に基本的に人が主語とならないとおかしい。つまり人だからこそ人がハウイカのことを想像するわけですからね。といったようなことでそうなんです。実は今回このイマジンは切れた後 V のように見えますが実は SV とつながっているのと同じ。何を言っているかというとこれ命令文なんですね。つまり U マストというのが省略されているというふうに言えば分かりやすいかもしれませんが ちゃんと切れた後 SV つまり「ハウイカ」を想像してみろ君よと,というふうに言ってる部。ということで頭の不定式はいらないとなるつまり「キレたター」と「SV」というのと同じ状態はい副用法のマークをつけましたこれがゆえ文頭の不定式ね意味として今回目的つまり言葉がどれぐらい重要なのかを理解するためにどうだろうあなたは想像してみなさいと、まあ、こんな話ですね ささを想像してみなさいとつまり言葉がどれぐらい重要かを理解したいならねあなたは「ハウイカ」のことを想像してみろとこういうふうになっているわけですさあ「ハウ説」の中これも実はね簡単そうに見えて複雑でした「ハウ説」の中にさらに「イフ説」がある中見てみましょう「The world would be」の後「ハウ」世界がどんなものなのかこれいわゆる「イフ」の後に過去形来てそして主説今読みた「ハウ be という助動詞の過去形 ちょっと難しいですが、すでに学習した人は聞いたことがあるかもしれません。これ、仮定法と呼ばれるものなんですね。実際にはありえないことを、まあ、あることを伝えたいがため、効果を狙って仮定する。はい、一節の中、例えば、no longer もはや何やない。私たちがもはや、no longer yours の後、language 言語を使わないとするならですね。まあ、実際には言葉を私は今使っているように使うわけで。 ね、実際にもはや使わなくなるなんて現象はありえない家庭の状況でしかないんだけどもし私たちがもはや言葉を使わなくなったら世界がどんな風になってしまうのかシーンですよねということを想像してみろととんでもないことが起きてしまいますよねもちろん授業は、えー、成り立たなくなるでしょうしそれ以外の一般生活日常生活だって成り立たないですもんね綺麗な役を見せておきます 言葉がどんなに重要であるか理解するためにね。いい切れた後 SV と同じ状況だったという構造からためにですよ。副祉的用法。もし私たちが言葉を使わなかったら世界はどうなってしまうだろうどうなるであろうかを想像してみなさい。今回は実は命令文だった。難しかった。見破れたでしょうか。 さあ、文の構造から名詞用法、形容詞用法、副詞用法の識別を不定詞に対してするようにと。えー、その基本を少し理解できたかなというところでもっと細かく。形容詞用法。えー、直前の名詞を修飾するという意味では単純ですが、ただ、まあ、だとね、そういう関係に見えれば、まあ、どんな状況でもいいんだろうと。まあ、英作文でよく誤った使い方をする。 えー、人が、まあ、見えるるわわけけ多くいるわけですね実は形容詞用法というのはその直前の名詞を就職するだけあって、えー、その直前の名詞よく非就職名詞その非受ける,被,るという被害者の被害ですね非就職名詞をとその不定祝には実は密接な関係があるということを実は覚えておかなくてはいけないんです。さそそれではその 用法にある、まあ、ある意味裏のね隠れたその非就職名詞と不定縮の関係といったものをしっかり、えー、確認してみ、えー、たいと思いますこちら側ですさあ画面上非常によく似通った文章テキストと同じ英文が、えー、ありますさあ上から淡々と分かりわ、ね、かるところを確認してしまいましょう「I have many friends ね」ね私は持っている何を友達をそれも多くですね A, B, C と淡々と S, V, O ここまで何も変わりません私にはいるんだたくさんの友達がとえここでピリオドを十分打つことができる状態になっていますのでその後の不定詞は先ほどね学習した考え方でいけば M つまりまあ形容使用法手前のフレンズを就職しているのかなとつまりどんな友達をたくさん持っているのかっていったような説明だというふうになんとなくわかればもちろんいいわけですところがこのなんとなくというふうにね 書かれているように見えて実はこの A と B の文章を見ても分かるように民意が置かれてると置かれてないだけで文末に民意があるとないだけで意味の差が大きく起きてしまうさらに繰り返しますがそんなようなことが起きる裏の実は形容詞予の非就職名詞と不定式の関係がまあ実はあるんですね隠れていると言ってもいいかもしれませんさあ確認をとっていきましょう さあ、すべての不定詞は確かに手前の名詞を修飾していますが、いきますよ。A から。Take care of は、まあ、産語で面倒を見る世話をする。でも、オブで終わってしまうということは、おいおい、誰の面倒を見るのか書かれてない。英語としていいのか実は、それが非修飾名詞としてあるので許されている。となれば、まあ、この場合の不定詞の意味上の主語は I であるので、I take care of my many friends という文が隠れている。 つまり僕が面倒を見る。たくさんの友達をね。と。さあ、この関係が隠れた状態でこの英文があるということは、僕にはどんな友達がいるかというと、僕自身が面倒を見なければならない友人。つまり、この A の文章の愛は、非常に世話好きな人で、まあ、非常に、まあ、ある意味で大変な状況にあるわけなんですね。対して B の文章は、いきます。Take care of が V'Me が同じとある以上、 私を面倒を見るという関係があり、じゃあその直前にあるメニーフレンズはといえばもう残っている。はい。S ナッシュと考えるしかない。つまりこの B の文章の裏には、メニーフレンズ、care of me 友達の方が僕の面倒を見てくれるという文章があり、そんな友達がたくさんいるわけですから、まあ、この私は非常に幸運だね、逆にね。 困っててもみんなが、周りの周囲のみんなが助けてくれる。面倒を見てくれる友人がたくさんいるといった意味の差が生まれてくるわけです。さあ、こう考えていくと C は、まあ、文法的にはテイクアウトの後、others、他人という単語ですが、まあ、あるので B に似ているように見えますが、とはいえ、手前の desire が欲求、願望ですからね。願望が他人の面倒を見るというのはちょっとおかしい。そうです。実は desire という単語は、 願望という、まあ、それ自体には一体どんな願望なのかわからない抽抽象象的なな単単語語つまり名詞と呼ばれる単語なんですねふて、えー、っと英語の世界にはこのように抽象名詞の後に例えばこの不定詞を続けてその手前の抽象名詞を具体的にその後説明するといった表現が多く見られるんですさあ。ということでそんな表現をイコールつまり強い願望どんな 同じものね、つまり他人の面倒を見たいといいとう願望を持っている。これを一般に不定詞では同格と呼ばれるんですが形容詞用法の範疇としてよくグループ分けをするものなんですさあこのように ABC よく似通っていても形容詞用法という意味では共通しますが裏にはこのような3つの用法さあまとめておきますはい実は手前の直前の名詞に対して VO の関係つまりこれを 目的格の関係があるというふうに言っていい目的格関係そして V に対し S の関係つまり主格関係手前の名詞と不定縮の関係には主格関係そして最後は同格の関係目的格関係主格関係同格関係この3つの関係が実はあるので安易に手前の名詞と不定詞さえあれば形容詞法が成立するというふうに思ってはいけないのです。 今後形容使用法の不停止の可能性があるかないかはこの3つのどれかではないのかといったことも、えー、考えの中に入れられるようにしましょうさあ形容使用法の正常英作文 まあ実は聖女英作文だから救われているかもしれないポイントがあります挑戦しますあなたは何も恐れる必要はない結構いい文章ですねまず並べられた表現の中からあなたは何も持ってないよとその後その何も持ってないのものについての説明恐れるべきものね何も持ってないとこう作っていくということで You have nothing have あなたは何も持ってないさあその後不定止を続ければいい表現として持ってますかね ?don't be afraid 怖がらないでということで to be afraid さあこれで文章を完成させてしまうこのケース多いんですよ誤りです繰り返しますが正常英作文ですからオーブが残っているので皆さんは間違いなかったかもしれませんがこれが仮に正常ではなく普通の英作文でもはい 文末に「Be Afraid of」の「of」を置くことを忘れてはいけませんというのも確認取っていきます you have nothing. あなたは何も持ってないその説明形容手法でね形容手法の不定詞として成立させる完成文法的に正しくするためには「n o t h i n g と「be afraid」には関係がなくてはいけない「be afraid」だけでは SV の関係とは言えるかもしれないけどものが怖がるわけじゃないでしょ 我々がモノについてねっ、ね、を怖がるわけだよねはい青字で入った VO の関係を Nesting、ね、に完成させるためにも OV の目的語として Sing が存在するとそうだよね u e r a f r a i d o f ねその後、s o m h i n g 何かについて怖がっていると後ろに名詞があるわけなんだからいいですか 前置用部の目的語として実は直前の発信が存在するということによって形容使用法の目的・核関係これが存在するということを証明し正しい形容使用法英文法的・文法的に正しい文章と言えるわけなんですよよよよよさあ 形容詞用法の不定詞のみならず、文頭不定詞が絡んでいる、結構厄介な英文訳です。挑戦です。さあ、文頭不定詞、頭からつけていきます。look up, 見上げる。that glorious sky, 素晴らしい空を見上げる。さあ、切れ目探して切れた後、なんて考えようと思いきや、and があるので、不定詞、く、and 不定詞。 その証拠に前の後、ちゃんと see ありますもんね。ということで、まだ切れ目、ね、文頭の不定詞の切れ目は、2個目の安全 see か、ね、読み切った後、そこで来る切れ目なんだと、まあ、考えるべきなんですね。ということで、動詞 see は、see that magnificent picture reflected. 語文型を作っている。 オーとシーの関係、覚えていますかオガがオガシですね。そのマグニフィシャンピクチャー。素晴らしい映像。つまり景色が、反射する側ではない。反射される側ですね。どこに ?in the clear and lovely i v e r 鮮明で澄んだ、そして綺麗な川の水にということでしょう。反射している状況を見ると。どうやら VOC 切れたとやってまいりました。が、 喜びなんだ。A pleasure. ということできれい目探して切れたあと文章の不定詞がはい名詞用法であるという判断がつきます2つのアンドで2つの不定詞句文章不定詞 S をきれいに並べていたということになりますね主語がどんどんついて1番2番さあここまで結構いい話というか美しい話ですよね すでに不定者名詞予報と分かっているのでこととでも訳しましょうか。光天の空を見上げること。そしてその後次に2番。A, see magnificent picture reflected. その素晴らしい壮大な景色が逆今度は反射されているのを目にすること。つまり上を見ても綺麗な空。そして下を見てもその澄んだ川に綺麗な空が反射して映って 綺麗な景色を見るこれが喜びなんだとさあすでに文が出来上がっていますので不定詞は何用法かその時確認します「to be described and never」のとは省略「to be forgotten」綺麗に「never to be described and never to be forgotten」受け身になっているという点がポイントつまり不定詞が何用法であるかが判断つきやすいポイントですいい表現する描写する「describe」が受け身 描写されるべきことない喜びつまり、pleasure とその be described の関係がきれいに SV の関係を隠しているんですね。つまり、決して忘れられるべきものでもないなところも、喜びが忘れられることがない。喜びが表現されることがない。形容手法であることがはっきりと出ています。ということで、きれいな役を出していきます。 光天の空を見上げ、それから壮大な景色が鮮明で綺麗な川の水に反射するの眺めることは、つまり眺めるのは、決して言葉では表現できない、忘れない、ね喜びであるのだ。ま綺、あ、麗な文章でした。非常に難しい不定詞が全部で3つから4つですか。出ていた文、果たしてしっかり見破れて綺麗な役が出せたでしょうか。 副使用法も細かく見ていきます画面上テキストの英文ドーンと変わりますはいこちら側です多いですねというのも副使用法は文法的な特徴は基本的にないんですまあ、形容詞用法のように裏に VO だ VS だといったようなものはなく、A、21で確認したようにすでに文が出来上がった状態でもうただの M でしょと まあというふうに単純にまあその福祉用法であるもののまあ何かっていうと識別はしやすいものなんですね。で、ところがこんなにであげたのはこれで全部だからです。つまり意味の差なんですね。福祉用法というものを学習するにあたって一般にあのためにと訳せれば福祉なんだといったような考え方はやはり危険なのはそれが日本語で考えるからという点は先ほど述べたとおりですがそれ以外に実は ためにと訳す以外の副詞用法たくさんあるんですね。さあ、ということで画面上へから、まあ、どんな意味の副詞用法があるのか動詞を修飾すると言っても単純に目的のためにだけじゃないそれ以外のものにどんなものがあるのか確認をとって全部見たというね自信にしてもらいたいんですね。いきます。まず A の文章ですがやはり分位が前で出来上がっていて副詞であることは変わらない。 A は一番基本的なために目的です。In order to make up for lost time。インオーダーとついているのは不定詞の副使用法の中でも目的であるということを一発で分かるようにする、まあ、ある種目印の役割を果たしています。In order to do 他にもそ、so、う as なんておいてそう、so、do 何々するために。 たくさんある不定詞の用法の中で一発で目的を表す福祉用法であることを明示する一つの信号目印だと思って今後、えー、識別に役立てるといいと思いますさあ2点目なんですが B ですね SV つける前にシマス・アングリー文ができているという点はしっかり判断をし福祉用法であるという確認をしてほしい問題は意味なんです To find a hard toy thrown away の部分 中には語文化が隠れているんですがおもちゃが捨てられたのを気づくために起こったおかしいですね。ということではいでに文が出来上がってる SVC 付き福祉用法はいこうなんです感情の原因の福祉用法というのがあるんですね。英語では直前文主説に感情がつかれている場合にどうしてその感情が起きたのかといったものを大切にするというか発想としてね考え方 まあ、そして非常に大事にする。まあ、あの点があるんですね。ということで、その感情が起きた原因が副使用法の不定詞という形でまあ、現れることが多いんです。えー、訳すときにはおもちゃが、えー、捨てられているのに気がついて怒ったね。怒ったのはなぜか？なので、何々してと訳し上げるというまあ、習慣を持ってもらえるといいです。さあ、お次の3つ目も。 まこれも SV つけてしまいましょうね。He must be a f o l さあ、トゥーフテシためにと訳すと、すごいことになりますよ。そんなことを人前で言うためには、バカにならなければならない。なんかつながりそうですけど、まあそんな言葉遣いをする状況は非常に少ないと思いますね。実は、マストには助動詞何々でなければならない以外に、違いないという、これを使う人が判断を下した。 それもかななり自信がある推定何々違いいいいという意味を持っていますねこのように判断を下した場合にやはり感情の時と同じでなぜその感情が起きたのかこれ同様になぜその判断を下すのかその判断の根拠となるものを大切にするという彼らのやはり思考的特徴があるんですね。そこで「He must be r o r のあと不定詞が続いたりなんかしてその判断をの根拠になるものを紹介する。 となれば、和訳をする場合に、〜何々するとは、〜何々するなんて、人前でそんなこと言う、なんて、なんて、という風に訳し上げると、綺麗な日本語になる。判断の根拠の不定詞覚えておいてください。お次です。My mother will be happy。ここで使われているルードは、ちょっと難しいですが、家庭法の意味であると考えるのがいいでしょう。つまり、母親だったら、きっと、 とと幸せだろうにねとこんんなな話なんですで一体どの部分にその家庭の意味が隠れているかというと実は不定詞なんですね。to hear the hear n w あ言うなれば「If she heard the news」と同じようなもし彼女がそのニュースを聞くことができるなら聞いたとするならきっと喜ぶだろうにと、まあ、こんな文章だったんです。 まあちょっと難しいですがこれは家庭法なので実際にはその母親がそのニュースを聞くことができないであろうだから喜ぶこともないというまあ残酷なる残念な現実が隠れていると言われるんですがこのように不定詞の部分が言うなれば「if 節と書き換えができるような「何々するならしたならするならば」という条件の意味になる時もあるつまり不定詞の副祉用法の一つ条件覚えておいてください そして最後です I work 私は目を覚ました To find いいか気がつくために目を覚ます果たして私たちが寝ていて目覚めるときに何かその目的をもってして目覚めるなんていうことが可能だろうかちょっと考えてみてくださいまあないですよね意識というものがね無意識というものがあるとしたら寝ている時間帯というふうに言ってもいいんでしょうからということで 実はこの E は唯一はい矢印が前から後ろに付いたのは就職関係というよりも和訳の順番だと思ってもらえるといいです目を覚ますとすると気がついたことにも Everything had been a dream 全てが夢だったこのように A から D 見てきましたが目的になろうと感情の原因であろう判断の根拠にであろうと条件であろうと不定詞の部分を先に訳出して 述文に部分にかける主節の部分の術、ね、語同士にかけるといったようなことが多かったのに対し唯一 SV 先に主節と言っていいメインの方を和訳をしそのあと不定式の部分を和訳をするつまりまあこの E のような文の形であれば訳し下すといったような訳の順番が大きく異なるものこれを結果用法と言います。つまりまあ動詞の行為を行った結果が表現されているので 時間として時系列的にも訳し下す必要性があるとそのような場合にはこのように V してその結果と和訳をするというふうに覚えておくといいでしょうこれで副詞用法をすべて皆さんは目にしたことになります今後出てくる様々な教材における英文の副詞用法必ずねああこれは判断の根拠だとかなんてって訳すからねとか 何するならばと訳すべき条件という難しい不定詞な福祉用法なんだとといったようなことが言えるようにこれを一つのいいきっかけ福祉用法全部見たといういい時間にしてくださいさあ福祉用法の不停止正常英作文ですが。 挑戦してもらうんですがこれえ副福祉的予報不定詞だったんだと意外かもしれませんいきましょうあなたはまだ一人で外国に行ける年ではない、まあ、並べられてる単語の中にヤングがあり TOO の TO そして TO が並んでいる TOO と公文聞いたことありますかね皆さんが決まり文句として覚えているものかもしれませんつまり若すぎてまだ海外外国に行けない ね、外国に行けるほどの年齢ではないといったようなトゥートゥ公文作りましょうまずはいきますあなたはカイン d ーそうでね you are young そしてトゥートゥ公文を作るためにそう you are too young to go そして go abroad 海外に行く意外に単純に完成してしまいましたさあこれが福祉用法である確認です あなたは、too young の too は副詞で young を就職。若すぎ。文できていますので、当然、後ろは就職後。手前に名詞もありませんので、副詞を法うと y o go abroad by yourself。自分で海外に行くというフレーズ。t o o to 公文はね、よくこう言いますよね。to の to〜すぎて to 以下できない。つまり否定しかありませんが、too go abroad は否定とし意味を込めて和訳をしないといけないと。実はこの訳し方。 先ほどの前から訳し下す若すぎて海外に行くことができないそう結果用法の一種とと考えるることもできるんできんすそしてそのもう一つとして一体何が起きるかというと内部ね Go by yourself 完成させて後ろから訳し上げるとすると海外に一人で行くことね行くには若すぎる行くことはできない年齢なの行くには何々すぎるという。 程度表現として後ろから訳し上げることも決してできないわけではないんですはいというのも書き換えに挑戦後ろをわざと説にしておきました「you cannot go abroad by yourself」やっぱりノットに意味が含まれてんだよね「too-too 文」さあ何そう知ってましたかそうざっと構文との書き換えが可能「説ざっと説」という接続詞による表現にも変えられるんですね この時にあなたは海外に一人で行けない,い行けないと後ろから訳し上げてそんな年齢的若さつまり行けないほどの年齢としての若さなんだと,という程度表現ととして役し上げるることも実はできるんできんす先ほど「全部見た」と言いましたがもう一つ程度表現というものも実は、えー、参考者や先生によっては細かく一つの用法として説明する場合があることもにも一つ言及しておきます。 さあ文頭不定詞再び登場かなり難しいですが頑張りましょうさあ行きますよいきなり「To master the English language s o l r y VO そして福「復粛」つけちゃいましたが英文学を完全にマスターするさあ綺れ目探して切れた後と考えたいんですが ということで、文頭の不定詞が2個並ぶ形、be able to really appreciate、app 真に鑑賞することができる。今度は英語じゃなくて、英文学ですね。えー、さあ、どうでしょう。カンマもついてね、やっぱり筆者は分かりやすく、ね、提示してくれています。つまり切れ目は、2つの不定詞 アンドトゥー不定式アンドトゥー不定式のあとカンマのあとここでいいんじゃないでしょうかということで切れたあと「It is necessary」「それは必要だ」もっということで文が後ろ出来上がっていますので文頭の不定詞は切れ目探して切れたあと SV だったことから副詞用法はい1番アンド2番の2つの副詞用法 さらに文全体の形はね、こんな風になってると見破れたでしょうか。後ろですが、it is necessary。それは必要だ。文はできていますが、to 以下は決して終焦語ではありません。こういうのを形式主語公文。つまり仮の主語、それはと置いて、どれかというと、to 以下、have 以下を持つことが必要だと。という風になっています。さあ、全体の構造ははっきりと出ました。and の確認を込めて、こんな画面ちょっと用意しました。はい。 トゥマスター、トゥビエ b ブ e トゥ2つの副詞的用法不定詞分頭にあってマスターする、できる、その後それは必要。トゥイカ、ハブイカを持つことが必要。形式主語公文だったんですね。さあ、となるからこそきれいに訳すためにも分頭の不定詞はどのような訳つまり副詞用法の不定詞はいろんな用法ありましたね。感情の原因だ、条件だ、判断の根拠だと。実は分頭の不定詞に限ってははい。 何々するためにか何々するならばかつまり目的か条件かのどちらかの用法でしかないですねさあこのケースまあ、どちらで訳してももしかしたら綺麗な日本語を作ることができるんですがそれは必要だと来ていますのでどうでしょう目的ためにでいいんではないでしょうかつまり英語を徹底してマスターし英文学を真に鑑賞できるようになるためには to have 以下のものもを持つことが必要なんださあかなり綺麗な意味が分かってきたところで何を持つこと行きます clear understanding 目的語鮮明なる理解何の ?the character of e n g l i s h people 英国民の性格といったものの鮮明なる理解を持つことこの辺は綺麗な役にするために understanding of or understand 動詞に戻すかのようなイメージで 英国民の性格を,を鮮明に理解することこれが必要となるとこんな風に訳せるともう完璧なんですかねさあということで綺麗な訳を見せておきます英語を完全に習得するためにそしてイギリス文学を真に鑑賞できるようになるために英国民の性格を明確に理解することが不可欠であるのだ難しかったですねしっかり復習しておいてください 不定詞の形容用法には実は実 C つまり保護になる用法がありまして SVC の場合そして SVOC の C の場合このそれぞれに不定詞が用いられることが実はあるんです、えー、こうなると実は先ほどまでずっと言っていたすでに配分が出来上がっているからはい M だよねだから形容詞用法とか副詞用法だよねといったようなまあ考え方、まあ、これがまあ残念ながら適用できなくなるわけで。 つまりまあ今まで話していた話に少しだけ実はあの盲点というかねが生じてしまっていてそれが今これから学習しようとしている形容使用法保護となるまあ実は不定詞なんですえとなると難しいかというと実はですねすでに皆さんには SVOC の学習としてポイントの12番でえ実は不定詞のみならず。 分子もその用法を持っているというもっともっと難しい状態でまあそのポイントの12番では難しかったと思いますが学学習習していていつまり学習済みの内容なんですね、まあ、一応不定詞を学習細かくしていますので、まあ、再び SVOC の C の確認をしてみようということでこのポイントが用意されているだけですので決して難しいと思わず復習のつもりでね、えー、ささっと確認をしてみたいと思います。 さあこちら側ですまず A の文章は別に SVC でも何でもありませんというのもはい「Want」という動詞は他動詞「欲しい」「望む」「何を」と言いたくなりますねということで「To be a doctor は」は絶対になくてはいけない塊名詞を「方」「SVO」となるわけなんですそこでちなみにこの不定詞 A の文章ですね「Be a doctor」VC なんだけど この医者にあることを望むというね、この A の文章においての主語、つまり意味上の主語は一体何かとちょっと確認を取ってみたいんですが、はい。こうですよね。彼は望む医者になることなんですから、彼自身が医者になりたいわけですよね。まあですから言うなれば、時制を合わせておくと、He was a doctor が隠れていると。まあまだ医者ではないんですけどね。まあすなわち、He will be a doctor なり、He was a doctor という文が隠れているというふうに言っていいと思います。 それに対して B の文章を覚えていますかねはい。SVO の後に不定詞が来るという例のケース。これは want という動詞の後を C と考えることができてというのもこうでした。その O と C に隠れた SV 覚えてるかなが、がの関係。つまり今回はね、息子が まあこれも「would be a doctor」「時世の一致」をよく正確に言えばというふうにも言えますが息子の方が医者になるということを今度は彼父親が望んでいるといったような文章がここに文章にあるわけなんですこのように実は SVEOC の C として不定詞が使われる場合というには O と C に隠れた SV があるよねとあのその何かというと潜んだ SV が。 といういい関係をやはり常に置いて文法的には実はこのように保護になっている不定詞を一般に形容詞用法として紹介する、まあえー、ことになっているんですが、まあ、これをポイントの24番とししてて補足説明しておきます SVOC の C として登場する不定詞に対して、まあ、それが形容詞用法であると見破れる必要はありませんがしっかり隠れた SV の関係を、えー、見破り、ねえー、意味としてしっかり 2つの文章がそこにある o が C で S が v ポイントの12番で確認したように「オーガー C で S が V」としっかり確認が取れる意味内容を取れるようにしてください。 さ SVOC いわば復讐のようなものですが不定詞挑戦です正常英作文誰か私の名前を呼ぶのが聞こえた誰かが私の名前を呼ぶのが聞こえたはい行きましょうまずは後ろに「聞こえた」とありますので誰かが聞いたわけではない私が聞いたんですよねこの辺の英作文のね日本語には主語が消えてしまうけどつまり「僕」とかねという日本語が消えてしまうけど僕は聞いたんだよね はい「i h a r l を置きますさあ「HER」という動詞は他動詞ですので誰かを置くのが一番いいただし誰かを聞いたんじゃない誰かが名前を呼ぶつまり SVO が「O が」誰かがとはいということでそこに「CallMyName」を置きますこの場合の「Call」は何であるか分かりますか近く動詞聞いたことあるでしょうか 耳にする目にする see、そして感じる f e e l s e e hereFeel といったようなものは to 不定詞ではなく原形不定詞という c a l l を使うんですよねはい SV つけていきます SVO が C 隠れたがの関係は s a m u a n c a l l My name 同士ならいいつででも原型不定詞だというわけではありません。OC の関係がこのように誰かが呼ぶ呼ばれるんじゃなくて誰かが呼ぶ能動の関係だから原型不定詞が使われているわけなんですがこの青字で入ったひらがなの「が」の関係しっかり隠れているのを見破らないといけません不定詞、形容使用法保護となっている複雑形でしたおいおいおい 24のジャンプいきますさあ SVOC の C として働く不定詞学習しています第五文系 SVOC は文系の中で最も難しいと言っていい文系ですので決して簡単ではありません挑戦しましょうさあ頭から m r j a m e s w a a l i t h s e e m p l o y e e e m p l o y e e 従業員全員を望んでいた うーんそれじゃちょっと変ですねただまあ SVO まではスッと入るかなと思うんですさて問題はああ SVO の後にねこのように順動詞なる Working 来たら SVOC でしょというふうに思って従業員が働いてることを望んだっていう文章かなとここ誤解してしまうかもしれません誤解というのはなぜか O が C というふうにこのエンプロイ・エンプロイーズとワーキングの関係を考えていいかというと実は「want」という述語同士は OC の C に分子は取らないんですね。先ほどホップでも学習したように または先ほどステップで知覚同士ヒアは原型不定詞を取るといったものを学習したようにすなわち OC の C として不定詞を取るのか原型不定詞を取るのかそれとも分子を取るのかというのは実はその述語同士の語法として単語一つ一つ動詞の語法としてルールが決まっているんですね。 先ほどホップで確認したように want は want 人 o 不定詞の形こそ取りますが分詞は取りませんということで実はこの working は wanted のパワーで出てきたのではなく単純に employees の説明をする分詞句と呼ばれるものはい後ろから前の名詞を分詞として就職していたんですね分詞については今後学習するとして working for his company work という動詞は どこどこでかね、働くといったときに、実は、in とかあったという前置詞ではなく、for という単語、前置詞を取り、会社、カンパニーが来ます。これも英作文等でよく問われますので、覚えておくといいですね。ということで、自分の会社で働いているという working for his company。4語が塊となって、単純に手前の employee、従業員を説明していたんです。就職した形で説明していた。 さあ、となれば、M の Working for his company を、ある意味、修正器で消したようなイメージで持てば、ちゃーんと To be p u n c t u r e はい。One と人、To 不定し見つけられるんですね。なんと、ここの To be p u n c t u r e が保護だったんです。だからこそ、隠れた SV の確認をしっかり先にしましょう。All the employees, 従業員が、がーがー、To be V-punctured, C- 時間厳守である。パークチュー時間を守る状態だ。これを望んでいた。保護であることは間違いありません。最後にシートを入れておきます。はい、綺麗な役を出しておきましょう。ミスター・ジェームス、ジェームス氏は何かというと、自分の会社で働いているすべての従業員が時間を守ること、これを望んでいた。つまり、すべての従業員に時間を守ってほしいと思っていた。となるわけです。